多分一緒だと思うぐらい、外国に住んですごいねとかっていう人いるけども、すごくもなんともないね。一番楽な方を流れに逆らわんといった結果、そこ夜だけの話やもんね。フィジーでね、20年ずっと生きてて、うんうん、あれが何年でしょ。フィジーに行ったのが僕ね、37、8かな、だから97年。いろんな家海いっぱいあるし、うん、オーストラリア好きやし、日本も好き、和歌山も好きやし、うん、串本なんか大好きやしね、うん、沖縄も好きやし、うん、でフィジーを選んだ理由はっていうのは、うん、オーストラリア時代にあれだけみんな一番いいという、ね、グレートバリーフ、世界最大のサンゴ礁、うん、世界中からいろんなやつが集まってくるわけで、うん、ダイバーもそうだし、あのリゾートの人もそうだし、うん、あとは学者とか、うん、研究する人とかいろんな人が集まってきて、その素晴らしいオーストラリアのグレートバリーフで時々ね、フィジーいいらしいよとかね、うん、という話を聞くわけ。マナっていう島があって、そこにアピっていうやつがいてってね。でアピっていうのが、うん、サメと友達らしいよとかね、まあ、話だからいろいろ飲んだ上の話はいろいろあるわけで、うん、でも大概みんなフィジー行ってるし、そのうちオーストラリアに来てたイギリス人、ニュージーランド人なんかがフィジーに行って帰ってこなくなった。で当然僕らダイビングというものがあるから仕事できるわけ、はい、でさっきにたまたま僕が働いたところのイギリス人、そのまあ先輩というか上司の人がフィジーに行っていいからって、でいつかお前も来いよっていう話があって、で一回休み取って行ったんですよ、うん、オーストラリアから、うん、でそれが僕とフィジーの付き合い始まりで、なんかそれってレテの前ですよね。レテの前、僕と出会う前ってことですよね。僕と出会った時にはもうフィジーには何か意識があったってこと、ね、意識はあった、うん、ただそれ1994年ですよ。それぐらいですよ、あったのか。そうです、だから僕あのこの記録にあるのが、うん、この、まあ、1994年なんで、うんうん、ああそうやね、じゃもっと前ですから、それは。そうなんですね、うんうん、でそこでオーストラリアからフィジー行って面白かって帰ってきたけども、結局うちの父親が具合悪くなって、はいはい、日本に帰らなあかんで、池田さんと出会ったって先の話の通りね、うん、でレテで5年ちょっといて、まあレテも結構安定したいい店だったからね、レテで働いてるの誇りもあったし、で今後どうしていくかっていう中でね、あの池田さんと僕がいろいろ話をして、うん、もう店を大きくするか、うん、支店を出すか、リゾート展開するかとかね、はいはい、いろいろ、ま、このままじゃない方法をやろうっていう時に支店を出して、で僕がそこの店長でっていうような話が出たわけ。結局大阪のレテのそれもいいよ、すごいいいけども、うん、僕が本当にやりたいのはやっぱり本当に家から歩いて海に行けるところで、うんうん、でオーストラリアもいいんだけど、オーストラリアって結構スケールでかいから、うんうんうん、船で結構時間かかんない、うん、でもマナ島っていうのは部屋からウェット来てそのまま歩いていってエントリーできるの、海のそばで、しかも本当に好きな海のそばでやるのが本場もんやと思うから、うん、町で育てる教育的な義務ってすごい大きいし、うん、価値はあると思うね、うん、で頃合いかなと思う。たまたまね、あのその前から僕ちょっとね環境のことをいろいろ勉強してて、うん、でたまたま大阪でもあの環境を勉強するような会が大阪市になってね、うん、でと辞めるときに、まあ、別の仕事をするって言ったし、もう一個は環境のことを勉強したいからワンステップ置いて1年間勉強して、うん、でその間もフィジーとやり取りがあって、うん、その時に環境ってそんなにビッグイシューじゃなかったと僕は思っているんですよ、うんうんうん、まあ慣れつつあったんだけども、うん、まだ具体的じゃなかったよね。例えばパディでアウェアとか出てきたよ、うん、出ましたね、うん、でその前に僕オーストラリアで、うん、コーラルリーフダイバーっていうコースを作って、はいはいはい、ディスティングってことね、はいはいはい、こんな仕事してたらこんなことしてたら絶対元環境を知ること必要やんと思って。絶対そう思いますよ、うん、だからあのディープダイブ、ナイトダイブそれぞれ面白いけども、うん、でも全部ひっくるめてまずその環境を知るの大事じゃん。で環境っていうのは守るための環境よりもまず知ってっていうこと、うん、綺麗も見たらええやんか、うん、守る方法ではなくてとりあえず知るってことだ、うん、まずはね、うん、まあ、そこから当然守る方向に行ったり、うん、それはまあそうやけども、うん、その前にね、そういうの行くべきやけどね、パディのコースになかったから、その後やから。で僕日本に帰ってきてからやから、そうできたの。マジか、うん、で池田さんと一緒にいろいろこうね、はい、新しいコースやったりとかしてたけども、その頃なかったから池田さんって、あ、そうかそうか、すごいな、うん、だからなかったら作ったらええやんっていう、
やっぱり何よりも一番僕らができる、僕らの能力できることっていうのは、ね、守ることですかね。環境を守ろうっていうよりも、うん、綺麗やろって、うん、綺麗方がええやろっていうのが本心やしね、うん、見せることしかできないですからね。そうそうで、うん、見せるっていうのは実はすごいことで、そういうことですよ、結局世の中ってダイバーしか見られへんわけやから、うん、まあスキンダイバー、スクバダイバー含めてね、うん、だから海きれいにしようって言っても結局海ってイコールビーチやから、うん、でもその中っていうのはもっときれいから、でかつもっと汚れてるとこもあるから、うんうん、あ見えない汚れね、うん、だそれも含めて見ることでものすごい意味があるから、そもそも僕ダイビングフェスティバルっていうのがあったからね、はい、マナとの関係を維持できてて、そのアピっていうすごいやつがいたんだけども、はい、彼が毎年マリンダイブフェアにフィジー政府観光局の出展でいつもフィジーといえばアピやから来てた、うんうんうん、僕が行かなくても毎年一回はそのアピと会っていろいろコミュニケーションできてたから、うん、でいつもそのうち一緒にやろうよっていう話があって、うん、頃合いかなと思ってフィジーに行った。僕はフィジーなんでええかっていうと、ほんまに気持ちいいホスピタリティやね。で日本的なおもてなしじゃないね、うん、おもてなしなんていう言葉はまず出てきへんねん。その言葉を使ってやらなあかんおもてなしじゃないねん。持ってもらったもんやから、で自分らが楽しんでんねん。だから教育してきっちりきっちりやってこういうサービスしなさいっていうのは苦手やねん、うん、でもそんなんせんかって、あそこの国の人らは普通に人を楽しませるパートを持ってるね。だからすべじゃないねん。せやからなんかしないと気持ちいいねん。でそれは本当すごいですよね。もう一個はね、白人ヨーロッピアン以外のその土地に本来住んでる人が生き生きして生きてるところが自然やと思う。そういう意味において南太平洋で、あるいは北太平洋で、太平洋の中でもともとそこに住んでる人たちが国も運営して政治もして、うんうん、生き生きして生活してる国島どんだけあるかっていうとものすごい少ないね。で、うん、フィジーは植民地の方が楽なこともあったんけど、植民地じゃなく自分らでやっていく、貧乏でも自分らでやっていくっていうことで成功してる国やね。経済的にはそんなでもないけど、で今このコロナの時も、まあ、フィジーコロナは出てないんだけども、実は観光立国やから、うん、コロナで観光客が来ないっていうことは国としての収入はものすごい大変やねん。じゃあ人はどうかっていうと、意外とね大変やけども意外とやっていけてんねん。なぜかというと、彼らはもともと村社会でケレケレって言って、うん、助け合いのシステムが、システムなんてこともないけどもともとあって、現金収入得るためにリゾートで働いてる人がおったら、そのお金っていうのは家族のお金であり、かつ村でもいろいろ使ったりするっていう、そういうもんよね。お金の価値が違いますね、使い方が違うってことですね。だから家族の中で大人が5人いたら、5人全員が外にお金を儲け、お金儲けの時に働きに行ってるっていう方が異常やん。村に人おらの村困るやん。でもその中で、フィジーでビジネスをやるってことに関しては、お金を生み出さなければいけない立場になってるわけじゃないですか。で、まあ言ってみればぶら下がってる人たちがたくさんいるという状況になるわけですよね。お金って特別なもんやけども、特別なもんと思わないで、芋みたいなもんやと思ったらいいんですよ。芋ね。だから、うちで働いてる人たちは、ね、お金っていう芋を、はい、自分の家族に持って帰ってるわけ、はいはい、それは役割、まあ、確かにね、働いてもらうっていう点においてはね、そういう感じやから別に仕事辞めても食うには困らんから、うん、必死さはないよね。そう思います。だから仕事に対してのロイヤリティってなかなか低いんじゃないかなと思ったりしますよね、うんうん、仕事に対するロイヤリティが低くかも分からないけども、うん、なんていうか、この関係に対するロイヤリティはすごくあってね、すごい台風があって、うん、で、まあ、世界中から寄付金なんか集まるんだけども、なかなかそんな末端には来ないから、僕の関係で僕のところにお金結構集まってるね、数十万円、まあ、100万円ぐらい集まったことがあるんだけども、まず僕はうちのスタッフに今回台風でいろいろあったと思うし必要なことがあったら言って、それで、あ、確かになと思ったらこのお金使っていいから、うちのスタッフ10人11人いるんだけども、全員うちは大丈夫、最終的にはどっかで使ったんだけども、しばらくしてうちの家族のスタッフの家見に行ったら屋根が飛んでんのね。もう彼らは、いや屋根飛んでるけど俺たち元気やし何かなれよって、屋根飛んだからお金ちょうだいっていうスタッフは一人もいない、ね、
で当然ボートがあるから台風だとボートも心配でしょ、うん、で夜中なり朝一でも、まあ、ある程度収まった時にボートを見に行ったら必ずうちのローカルスタッフは見に来てるの、うん、逆にヨーロピアンなり日本人なりのスタッフというのは出勤時間まで出てけへん。それが当たり前だと思うよ。でも彼らの当たり前はそうじゃない。普段は遅刻してもそういう時は行かなあかんやんっていう気持ちがあるから来てくれんの、うん、でそういう意味でものすごく心強いから、それを分かってちゃんと付き合えたらものすごい OK。 それが分からんかって肩にはめようとしたらものすごい大変。やっぱりダイビングっていうのはそのアピっていう人もいるからやけど、やっぱり憧れの職業でもあるわけ、うん、まあ、その村社会ではね、かっこいいやお兄ちゃんたち村海に入っててゴミ拾ってくるって、うわーなんかすごいなって思うやん。でそういう人らやから、まあ普通の仕事でも多少給料も多いしね、だから誇り持ってるよね。誇り持ってやってるから、アクアトリックのスタッフであるってことは誇りやし、履歴書にアクアトリックのスタッフで書けば就職あるしね、うん、それを維持するのが僕らのことだと思うし、いやーありがたいな、うん、あの聞いてるんですけど、あの次のあの